ムアンマルザイナルアシキンは、インドネシアのカーリー、ハーフィズ。1980年代に、インドネシアのクルアーン朗読コンテスト、ムサバカ、ティラワティルクルアーンで優勝した。その才能は、故郷のプマラン県で、子供の頃から認められ、1962年に7歳で、地元の子供たちのクルアーン朗読大会に参加して、優勝した。ムアンマルはインドネシアを代表する朗読者であり、 その呼吸能力は国際的に有名である。クルアーンの朗読大会において無数の業績を持っていることで知られている。1967年にジョグジャカルタ州のクルアーン朗読大会で優勝し、その後1972年と1973年にインドネシアの全国クルアーン朗読大会でジョグジャカルタ州代表として優勝した。 1979年と1986年には国際クルアーン朗読コンクールで優勝し、それを受けてクルアーン朗読のためにブルネのイスタナヌルル、イマン、マレーシアの国立宮殿および中東からも招待を受けた。2004年にトルコのアイラレルギュヌからもクルアーン朗読のために招待された。2009年にはパキスタンのジャミアビノリアから招待された。 ありがとうございます。